2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい、2番です。村人陣営でした。よろしくお願いします。そうですね、トップバッターということで、喋、うん、ることはないので、以上にします。って言ったら、多分釣られそうなんで、少しだけ喋りたいと思っております。うん、どうやろう、う進行論とか言ったらいいのかな。うん、た、まあ、多分急に村ということで、コインつ、はい、了解です。 えっとまあ1周目なんでねコイン通がなしといきますえっ、ー、とどうやろう占い師ですねがまあ何人出るかって言ったところでうん3人やったらグレランでいいのかな正直うんどうやろうって言ったところわからないうんでもね、あのー、考察して僕頑張っていきたいと思ってますんで、うん、ファッションだけは負けないと思っているうんぐらいかなとりあえず以上3番 のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。占い師です。一番さん白と出ています。発言お願いします。二番さんからなんですが、二番さんはちょっと軽く防衛感が出たかなと思いました。なんか何も言わないとつられてイチになっちゃうかなーって。 っていうよりは村だったらなんか後の人の発言もなんか伸ばしてほしいからじゃあ俺はこういうこと言うねっていうんだったらすごく好印象だったんだけどうーんなんかちょっと微妙だなってまあ1周目なんでねちょっと微妙っていう印象はつけておきます色落ちはしないけれども印象は悪いまあ2周目しっかりと話してくれればっていう感じですねでは4番さんどうぞ四番 のプレイヤーは発言ししてくださいいお願いしますそうですね、今の2番さんのつられそうだから話すねっていうところを少し、えー、引っかかった3番さんの指摘は良かったと思いますが、まあ、2番さんのその位置で、まあ、進行路を話すっていうのは良かったと思うし、そのまま切るよりはもちろん良かったと思うので、でも色落ちはないけれども、そのパッションを感じたっていうところで、まあ、村人ならば、何、えー、て言うのかな。 うん、エネルギーがあっていいのかなこれから、まあ、アクティブに精査していってくれるかなというところありますね。3番さんで特に引っかかった点はないので、まあ、これから太鼓が出てくるか、あと何人出てくるのかっていうところで、まあ、見ていきたいと思います。えー、と2番さんが言ってた三種王ならグレ,ーラングレーラン。グレーラングレーラングレーランっていうか、まあ、グレー釣りってことなんですか ?3 種王なら占い釣り、偽から釣るっていうんじゃないの 5番のプレイヤーは発言してください。おはようごござざいいまます。村人陣営でした。CA と特にございません、えーと。お三方の高卒聞いた中では私は4番さんが一番印象良かったです。まず3、えー、2番さんがつられそうだから話すねっていうのに対して印象が良くないと話した3番さん。まあ、おっしゃることは最もだと思うんですけども4番さんはそれを特に強く殴るわけでもなくフラットで見てて。 むしろその後のグレラの発言ですね。僕もグレランの聞いて、まあ、僕あんまりその戦績ないのもまあメタで悪いんですけども、占いさんだったら普通に霊能いなくても占いローラーするんじゃないかなって思ったんですけれども、グレランする、そこの希望がちょっと引っかかりました。二番さんは、僕は二番さんのつられそうだから話すねっていう発言は狼だ、オオカミじゃなくて村人だからこそ余裕があるから、まあ、そういう発言がちょっとおふざけがったできるんじゃないかなというふうに見てて。 2番番ささん印象よくくててますす <laughs> 以上です6番のプレイヤーは発言してくださいうーん俺は5番さんちょっとボラマークつけたんだけど外しますえ5番さん4番さん白く言った視点すごく良かったんだけど2番さんも白く言った視点があったんでちょっとボラマークを外した俺2番さんの防御感がすごくあったと思うんだよね2番さん だからそこを怪しんで3番さんすごく心目が高いなと思ってて、えー、3番さんすごく考察を伸ばせる人だと思うから、真だったら頑張ってほしい。もし3番さんが人外であれば対抗に出る真占い師は頑張らないと多分3番さんは強いよ。すごく考察伸び,伸びる人だから頑張ってほしい。俺4番さんは白いと思ったかな ?2 番さんを ちょっと怪しみつつもおかしいっていう視点を持ったとこは4番さん白いと思ったね。俺2番さんすごく防御感あるから結構狼で見てる。うん、発言切ったら釣られそうっていうのがちょっと狼で長く話そうと思ったけど、占い3仕様ならグレー釣りっていうのもちょっとおかしいし、あれはちょっとなんだろう、う躊躇した感があるから2番さん釣りたいかな。で5番さんも2番さん最後、 怪しむかと思ったら白く言ったんでちょっと5番さんもヘイトを買いたくやんような気がしたな。だから2番さん5番さん両方怪しいけどやっぱ2番さんの防御感が気になるんで2番さん1本釣りして。で、皆さんも1本釣りしてしてほしい。2人怪しむ視点はいいと思うんだけど釣り指定は1本にしてほしいです。自分は2番さん釣り指定の4番さんは白いと思ってる。で、3番さんは結構新占い が高いと思うけどもし対抗シであれば頑張らないと3番さんには勝てないと思ってる以上です7番のプレイヤーは発言してください村人陣営です僕はね2番さんは壮大な皮肉を言ってたと思ってます二橋さんはねあのあの話を言ってね最後にねパッションだけは負けないでいきたいって言ったんですね うーんすごいなと思いました、<laughs> 2番さん。<laughs> 2番さんって、なんか皮肉がうまいなと思ってね、うん、ちょっと笑けてきました、2番さん。あなた、多分村だと思います。<laughs> そんな皮肉をね、うん、壮大なギャグを言えるとは思いませんでした。うん、そこを白く見た5番さん。うん、わかるな、目線が一緒だな、僕と。 うんまあ、4番さん、6番さんに関してはグレーですね。6番さん、2番さんのあの皮肉はわからないんですか八番のプレイヤーはあー発言してください。6番さんに、えー、っと黒い黒一2つ以上上げてくださいって言われたんで言いますね。2、4、5、6、7、全員黒いです。2に関しては進行論が意味不明。3CO だったらグレー詰め。もうよくわかりません。 4番さんに関してはそれを進行路に言っていいって言ってる意味が全くわかりませんうん5番さんと7番さんに関しては2番さんを白置きしてる意味が全くわかりませんしかも5番さんに関してはえっ、ー、と例のどうたらこうたら例のロラって言ってたけど例のいないからまず、うん、そこの指摘がない67も黒いです例のロラとか言った、はい、白い人誰もいないです以上 9番3、3、4、はい、占い師です。5番3白、白5番3、白、把握お願いします。で、対抗に関しては人外に似てる。強、えー、人狼の線を追っている。で、まあた、1番さんですね、刺さってると思うんですけど、うーん、これも強人見ていかなあかんのかなって、俺的には思っている。まあ、 確実3番は陣外なんで、今日は釣り位置は3番でお願いします。で、6番さんの発言でちょっと気になったんですけど、2番さん防御感そんななかったと思うけどね、最後の方余裕やったし、2周目期待ってところかな、俺的には。たくまさんの防御感は出てたと思うけど、けどパッションでは負けないって言ってたよ。 日曜日期待かな俺は二番さんに関しては。うん。一番のプレイヤーは発言してください。二番さ,さん役職するなら役職すらどうぞ。僕占い師じゃないんでね。え、マジで占い師なの いやー、その裏、発言を裏出したと結構きつい部分あるよ。サンーさんのこと人外で見てるって発言もよくわからないしすサンマーさんという人外が出て、じゃあグレーのことをずっとどういう目線で浮き回す話にたの <laughs> っていうところだよね。うん、八幡さんが五番のね、霊能とか言ってきたけど、あれは別に五番さん、ここは霊能いない村なんだから、占いさんに逃げたら占いローラーでしょっていう文脈だったのよ、五番さんのはね。 正直、ぐらいについては難しいね。ただ、6番さんは釣りたくないかなと思った。6番さんのね、村要素だと思ったのは、5番さんのことをなんか、村だと思ったけど、後半のこの部分で村と思わなくなった、うん。俺ね、6番さんの5番のを見る視点は全く違うんだけど、その6番さんの精査の仕方が結構村なんじゃないかなと思った。狼が、狼としてね、他人に白塗り、黒塗りするときの喋り方ではないんじゃないかなと思いました。2番さんに関してはマジでわかんないですね。あの、 防衛官とか防御官って僕ちょっともう意味不明な用語で、防衛官とかあとなんだっけ村勘定こういうのでね、白塗り黒塗りするのってね、俺ね、あんまり好きじゃないというかわけわかんなくて、2番さんに対してマジで2周目だと思ってますよ。はい。2周目なんかパッション出していろいろ聞かせてくれるんでね、2番さんはこの場面どう見えてるか聞きましょう。俺から言わせてもらう6番さんはそこで村勘定、ね、村っぽさを拾って釣りたくない。4番さんもまあ別に白いかなって感じ。うーん、あんま黒い人がいないですね、言うたら。別に5番さんもなんだろう。 黒くはなかったですよ八番さん、五番さんやははくもね。う,ん,うん。って感じかな。九番さんはだいぶ店っぽく見えてます。八ハンターかな。はい、2周目ですね。まあ、パッション、パッション言っても言ってもって申し訳ない。ちょっとハードルが上がったんけど、ちょっと考察軽くしていきます。うーん、どうやろう。自分が今村っぽいなと思ってるのは五、七うん。 5は正直僕なんていうのなんかなんか言ってたっすよね4。4に指摘されて気づいたんですけど僕なんかグレーラン3人出たらグレーランみたいな。うん、それは申し訳ない。ただの失言やった。めっちゃ怪しまれるなと思ったけど。で五5番さんはなんか僕を村人に置いてくれた。うん、正直2番ってめっちゃ叩きやすい位置ゃってんけど、そこを白く見てくれたのはめちゃくちゃ村やった。で、6番っすよね。僕グレーの中やったら6っすよ。黒は間違いなく。だって僕があのー、 グレランっていう発言で黒く、なんか盤面見え,見えてない黒って言うんやったらわかるけど、トップバッターのなんか、釣られたくないからちょっと喋りますの防御感で、なんか黒一直線刺されたんが、もう6怪しすぎるやろと思いましたね。今のところ6かな。うん、6かなり濃いと思ってる。で、7、7白いよ。だって6のタクマさんですよ。タク馬さんがかなり僕を黒く刺してきた。 そこに、まあ正直僕ってめっちゃ黒塗りされやすい位置にもかかわらず、やっぱり7は僕を白にした。うん、5、7結構白いと思っているよ。うん。次8番。8番は、なんかみんなを殴ってたよね。うん。これが難しいところ。なんかみんなにヘイトを向けて、なんか自分村アピールしてる黒の可能性があったっていうところかな。すごいな。うん、3、9は正直フラット分かってない。ごめん。ただな、なんていうの何でやろ ?3 は僕が心してたな。 ただそれを黒ってみるわけではない一番わからんごめん3番のプレイヤーは発言してください,ださい 2>, 2番さん、6番さんを釣りたいんですねうんまあキューバーさんの発言聞いてもらえばわかると思うんですけれども今日キューバーさんは私に行きたいんですってそれってあの村を考えた占いし目線ではないんですよそこを皆さん把握お願いしますうん、で。 私がちょっと引っかかったのが、八幡さんの発言で、6番さんは、釣り位置2人以上上げてほしいとか言ってたと思うんだけどっていう発言をされていたんですね、八葉さんが。でも6番さんは一本釣りしてって、全く真逆のことを言ってたので、そこの把握漏れで全員をぶったたくっていう、ラインを見せたくないとかっていうのも、私はちょっと八幡さんから見られましたね。 で、7番さんは、6番さんのことを、えぇ、ー、って、なんか、2番さんをそこで黒って見えるのって言っておきながら、4、6、グレーって戻したところ、だったら6番さんのことを黒く見ればいいのにって、私は思いました。うーん。なので、で、4番さんは私が指摘できなかったことを指摘してくれていたので、それに白く置いています。うーん。で、6番さんは、に、もう一本釣りした。 っていうところとあと、うん、私を真に見てくれているというところと若干ちょっとすり合いが見えるけどちょ釣りたくないかなって、うん、結構二番さんを釣り次値あげるっていうのはこの一の1目だし1目の1道目だん1周目の駅あるなと思ったのにちょっとつりたくないかなってうんつりずとして78上げておきますうん以上あそっか1本ずりだから7番上げます以上4番のプレイヤーは 発言して逆懸念も兼ねて2つぐらい釣り1上げる方がいいかと思いますけれどえー、っとそうですね今ちょっと発言まとめていて3番ちょっとプツプツでところどころ聞こえなかったんですが今のところシーンかなでちょっとだけ9を2戦目かなぐらいな感じで置いていますがまあ2周目の9番さんの発言えー、っとなぜ9番さんをそう見たかというとえー、っと3 えー、ん、えー、でだろうサンツリって言ったところかな。で、えー、っと、えー、今日は占い師目線だったらグレー爪でいいんじゃないですかに、ね、しようならばっていうところ。えー、っと、あと、うんまあ、みんなに触れたいところだけど多分時間が足りないので、8番さんの24567、黒いっていうのが雑すぎると思いました。えー、っと、7番さんのに、2番さんのパッションすごいギャグ分からなかった。78のどっち ああ、一本指定にしないと。はい、2週目ですね。えー、と僕、今の発言権って4番さん、白いと思いました。その理由としては、6番さんが一本釣りして、もちろん、6番さんの意見としては、もちろん、ま、おっしゃること正当だと思うんですけども、役職を懸念して2つぐらい上げた方がいいんじゃないのというのは、村としては自然な発言だと思いました。2つは言ってていう割には、最後、ちょっと駆け足になったんですけど、 理由とえっ、ー、と、釣りとしては7番、8番さんということでいいんでしょうかね。7番、8番さん釣りに関しては私も同意です。釣りよりって見られるかもしれないですけども、7番、8番さん2人をグレーの中では黒く見えました。理由としましては7番さん、最、え、初、ー、5番の僕と同じで2番さんをちょっと白く見ているという、そういった目線は同じだったんですけども、えっ、ー、と、他の、えー、他の基礎への触れ方が薄いかなと。 2番,と2番と5番の目線が同じっていうのは言ったけど、6番わけわかんないのって叩いた後でも4、6グレーで、あそこフラットで見るんだという感じですかね。あと8番さんに関しては皆さん言われてますけども、全体への雑殴り、あすみません、雑殴りじゃなかったですね、全体への軽い殴り、これ、えっ、ー、と、ヘイト買いたくない狼なのかなと思いました。8番さんに1回、その例のいなくてもっては発言があったのは、 私、ちょっとすみません。なんて言ういいのかな。例のいなくても、えー、占いローラーすべきっていう私の発言ですね。把握漏れ、私そんなミスったかな。すみません、まあ。とにかく7 8ずり、7八指定で、どっちかというと8番さん行きたいです。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。2番の殴り返しをどう見るかだね。 うーん、けど、釣り位置一本あげたとこは俺はいいと思ってるよ。俺ね、四番さん二本って言ったけど、絶対一本の方がいいよ。二本出すことによって役職炙り出しにつながっちゃうから、絶対一本の方がいい。一本で、そこが役職しようだった場合は、最終的に釣りをした人を釣ればいい。便乗してるからね。だから俺は一本指定の方がいいと思ってる。二番さんは俺釣りをしたけど、ちゃんと一本指定にしてるからいいと思ってる。 4番さん日本視点にしたけど、俺は4番さん視力を持ってんだよね。うん、俺も3番さん新軸が高いと思ってる。ただね、3番さんと9番さんなんかスキル差をすごく感じるから9番さん新ならちょっと頑張んないと持ってかれると思ってる。9番さんは3釣り押しだけじゃなくてグレーのしっかり釣り押しをしてほしい。 俺は8番さんはね、全員殴りはちょっとヘイトを買いすぎてるから、狼はないと思ってる。俺7番さんはね、2番さんの色が見えてる感がしたんだよね。うん。だから俺はね、7は白い地も出さない、黒い地も出さないから、ヘイトをもらいに行きたくない、人狼あると思ってるから、俺は7番さん一本ずり指定で行きたい。 で、5番さんに関しては5級あるかなと思ったけど5番さんは4をいた視点が自分と同じなんでこれ囲ってないかなと思ってるあ7狩りかああじゃあ8もう行きたくないけどね俺8いや8行きた俺2に変えるわじゃあ8は行きたくない2に変える七番 いや6番さんなんか結構白いなと思ったけどなんか最後が微妙だよな8番さんうーん8人で4いや確かにね考察の弱い人おかしい人の釣るっていうのはそうだけど うん、6番さんの釣り位置は間違ってないから俺は別にグレーって言ったのは6番さん上うまい人だという話だからねだからうまい考察をする白露もあるから全然グレーってこと別に6番さんがムラりのない2番さんを釣るっていうのは別におかしくはないうん今の8二か8二。うん まあでも、4番さんを残すっていうのはいいと思うよ、うん。4番さんは考察が一番しっかりしてるから、まあ白狼、白老、白老も負わなきゃいけないが、まあ、それは残った時でいいでしょう。4番さん、6番さんは残ってたら、狼疑えばいいと思う。うん。で、やっぱり今日の釣り位置は8か2だと思う。六番さん。ただ、6番さんの8は、8から俺に反らしたところがちょっと、 うん、微妙だったから、俺、8行きたいかな。6番さんがなぜ8をそこまで釣り寄せなかったのかがわからない。8番さんっていうのは雑、2、4、発言はおかしかったと思う2番さんもおか,おかしい、初衆おかしいと思うんだったら、8番さんも十分お,おかしかったとは思うけどね。みんなだって、精査バラバラだったのにみんな怪しいって、ヘイトを集めすぎって言うけど、うーん。 6番さんとか本当に怪しかった、8番さん。六番さん、そんな怪しくなかったと思うけど、なんでか理由を教えてほしい、八番さん。8番、のプレイヤーは発言してください。あちょっとマシンガントークになるわ。6に関しては5番さんの把握漏れがあったことから6のやつは撤回する。6は撤回する。ただ、245に関してはひたすら黒いです。明確に言うね、二に関しては五七が白い。その理由として、2番なんだあなんだ 釣り寄せばいいことに対しては白く見た違うでしょ2番さんが 3CO でグレーズリーってわけわかんないこと言ってることに対してそれを白く思うのはおかしいでしょどう考えてもそこのなんでそこが34指摘できないの逆にうん確かに6番の言う通り3級になったら3の方があのスキル差っていうのは正直感じるけれども精査がガバガバすぎうん 何 <coughs> とも言えねえな。4、雑な黒塗り何が雑な黒塗りなんでしょう理由言ってくださいねああ。今日2でいい。今日2でいい。ああ2でいいもん。2、4、どっちでもいい。はっきり言って。4に関しては何俺が雑な黒塗り 2, ?2 が 3CO でグレー積みっていうのを詰めれない<ー>4番さんが黒いっていうのが雑な黒,黒塗り。5に関してはそれを2に、2 2なんだそれを 二を白く思っていることが意味不明。で、霊能がぐちゃ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 最初言ってたと思ったから、それに対して突っ込まない67が黒い。これのどこが雑なんですかねうん。話にならん。今日二でいい。うん。これ以上なんか考察的ない人がいたら負けます。以上。番。釣りの理由がないな発してください。えー、八番さん怪しいと思うけどな、俺も。 でもな、一番さんに全然触れてないところみんな考えて。一番さん全然触れてないよみんな。一番さんに攻めたらないのローを追ってないのみなさん。一番さんに触れてる人全くいないよね。俺一番から行きたいかな <laughs> 逆に。殴り返された、え殴り歩てたから殴り返すんじゃなくて。いや、それ,れ全然一番に触れてないよねみんな。 へえー。俺2行きたくないかな、逆に。8も行きたくないかな。考察伸びるし。4もの考察伸びてるしな。今日は1、一から行きたいかな、俺は。便乗してくれくかな。あー、そうやな。絶対1で行きたい、俺は。うーん。番。 のプレキューバーさん、強人でしょうね、おそらく。うん、次の日、クロスルーして黒でしたっていう準備じゃないですか、今のは。きつでないこと分かってるでしょう、私なんでね。キューバーさん出方もそうですよね。もしオオカミが赤茶でねあの、よしよしあの、俺が占い出ますでしたらね、もうちょっとね、4から8とかの発言聞いてるはずなんだけれどもね。何にも直前の6から8とかの発言、一切触れずに一番のことしか言ってないですね、キューバーさんって一周目もね。 で、すげえ慌てくために、ね、うん、3番さんのままをついて、3番さんのままをついては、1番を教授を追わなきゃいけないのかな、うん、うん、うんしか言ってないですよ。2周目もそう。もし9番さんが狼で、相方がね、2、4、5、6、7、8八いるんだったらね、もうちょっとなんだろう、なんか、何、自分なりに色出して、ここ白い、ここ黒いってね、表を操作しようとするようなそぶり見せると思いますよ。9番さんが狼だったらね。 9番さんのオカまずまずないから、狂人かなと思ってるし、だからこそ24568に二郎がいると思ってる。俺6番さんやっぱり白く見えてるし、8番さんもね、6番さんが言ってること分かりますよ。8番さんがオカミだったらあまりにも大胆すぎるってことでしょ。分かります ?8 番さんはオカミだったら大胆すぎるオカミだなって思ってる。だから俺245に二郎いると思ってます。その点でも俺に釣りは全然賛成。2か4のどっちか釣るべきだなと今日思ってる。どうですか ?9 番さん。このセンサー村目線じゃないと思いますか ?9 番さん。 もし俺のセンスが少しでも村目線じゃないと思ったら占ってくれてもいいですよ。俺は今日2つありますね。うん24なんかな。2。いやー、1番さんは白やろ。ただ1番さんもスキルあるからね、かなり。2>, 2番。 のプレイヤ5が8か二番のプレイヤーは発言してください釣られてしまいましたねまあ仕方ないなんか失言があったみたいで申し訳ないなあーどうやろう僕6番投票したんやけどなんか8人の中になったよねうんかなり8人の中で68自分どっちか え黒あるかなと思ってるんでなんか8めっちゃヘイ,ドヘイト向かってるからうん,なんか8入れたくないなと思って6番入れましたうんやられたなこれ6番さんどうなるな正直今でも分かってない2をちょっと白に置いてくれて7 8に行ったところちょっとみんな怪しんでほしいなで7が狩りしようしてなぜか7 8を疑ってたはずなのに7が狩り出たことによって2に来てるんですよね うん、まあそれは自分が初日になんかわけ分からんことを言ったことでまあ黒塗りされたからかなごめんねそれは、うん、まあでも68ラインあるのかなあからさまやと思うけどなでもどうやろう、うん、占いはどうやろうなまあ、9番今日でいいんじゃないですか三振で聞いてる限りではね分からんな、うん 6どっちやねんっていうところ8番さん言ってたけど57ってそんな結構黒かったか自分は白やと思ったけどなうんとりあえず頑張ってくれ7番さん借りて出てるからさもう GG ジジないんやろ頑張ってくれ俺は天の上からこの試合を眺めているさらば以上夜が来ました目を閉じてくださいこれ。 8だなあ8はどうなるんかいやほん8はハンターだと思うけどなあ俺あんな強気はハンターしかできないと思うけどなあ1がハンターの時が一番損だね4あるんかな24人路あるんかな がよく俺に行かなかったね。あれが不思議やけど。参加まれるのかな昨夜は誰もせんた、うん、グッジョブ ?5 番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。 さん八番さん生きてるんですね。ちょっとびっくりしました。ちょっと待ってください。え ?3 が ?8 番白、5番私白。確定白ありがとうございます。3番、折り、3番さんぐっち置ブってことですよね。そうですね。1周目片白もらってますけど、もうこれ3番さん死んで決めうっていいところですよね。こなたさんが8番白。占い先で 1へ期待たいとおっしゃってたのに1番差占ってないってことですよね。そこに黒てっきりもう1番差に黒打つのかなと思ってたんですけど8番差占った理由をちょっとお話ししてほしいですね。仮もう借りるきてるので3番3進気味打って今日今日はあと残ってるのはどこなんですかね。1番ん4番ん6番ん 一四六の中だったら僕一番三が一番白く感じました。理由としては、えっ、ー、と、えー、二四六、二四五に二郎いるっていう視点が、一、僕としては一番、僕が五に入、二四五に入ってはいますけど、印象がよか,よかったです。八番なら狼なら大胆っていうそこの六、えー、二八釣りの流れになる中で、露骨に八番フォローに行かないかなと思ったので、一番三はもう、 三番3置きっていうのも踏まえて1番3で見てます。46どっちに入れるか今日の発言聞いて決めます。以上です。6番のプレイヤーは発言してくださいうんとりあえず1周目7番さんと8番さんが釣り寄すとこが一番情報を見れたんだけどね。 えっとね、7番さんが2を釣り寄して、8番さんも2釣り寄してた場合って、9が人狼であれば2を絶対囲わないといけなかったから2級のラインとか見えたんだけど、9番さん自身2を白く見てたんで、当然囲いに行ってないのよ。9番さんが狂人だったとしても。で9は5を人狼として囲いに行ったのかな ?2 が釣れてベグ神か、 それとも信用勝負勝てそうになくて三を噛んだか。俺8番さんは狼ないと思うんだよね。ヘイト巻き散らしてるから。うん、どうすっかな。うん、俺9番さんか4番さんだな。今日。 ちょっとまだ3番さんと9番さんの発言聞いて決めます。俺ちょっと4番さんに行きたい気もあるな。まあちょっと占い理由とか聞きますね。多分3のシーンは濃厚だと思ってるけど、うーん。求人狼はちょっと薄いかなと思うけどな。 今日は4番さんか9番さんに行く予定でいます。以上です。え、6番さんって何言う…まあ6番さん目線どういうことえっと、1番んって、待ってよ。そうか、6番さん目線4、8どっちか落とせば PP はないってことそういう目線で4番さん行きたいって言ってるのかな 村目線なんか68が見えるんだけど、これ気のせいうーんー、8番さんってヘイト巻き散らしてるから、狼ないってどういうこと俺、狼になったときヘイト巻き散らすプレイあえてするけどな <laughs>。だって結構それで白目取れるから、6番さんもそういう目線も持ってないと、発言精査も見ずに8番さんヘイト巻き散らしてるから狼ないって、なんか、なんかおかしいなと思って。で、4番さんの白く置いてたのに、4番さん、 8番さんを疑わないでヘイト巻き散らしてるからって言って、4番さん、普通のこと言ってる4番さんを黒く見るっで、4番さん釣りたいので6。6番さんって別に占い行けばいいんじゃないの ?9 番さん偽の可能性高いんだから9番さん行けばいいんじゃないの ?6 番さんです。なんで白かもしれない4番さん行くのかよくわかんない。んー まあ俺は圧倒的に今日9行くけどね。9が万が一占い師だったとしても負けてもいいと思うでしょ、みんな。9番さんよくわかんないもんや、言ってることもやってることも。ね、で3番さんの方がまだ、うん、で3番さん噛む必要なくない、うん、俺思うんだけど、3番さん芯取れてるのになんで3番さん噛む、自かする必要あんのあって 31? うん、3、1が見れるかどうかじゃないじゃあ、俺は別に、うん、1番さんそこまで怪しくないけど。8番のプレイヤーは発言してくださいまず7番さん、6番さんがやってたのは4球ね。あー4球ねえ。今日4詰めるよ、4。確定で4。4しかいかねえ。はっきり言うけど。うん、6はやっぱ白,白でいいんじゃないかな。 で、現状3がし芯が濃厚なところから、あの、俺もね、9番はね、あの、非狼要素しかないんだよね、正直、今のところ。っていうのは、9番3が狼だったら釣られる可能性、この考察してたら釣られる可能性があることから、9が強靭のが濃厚だと思ってる。プラス3を噛んだとしてるんだったら、なおさら9は強靭かな。うん。4釣って終わんなかったら、 ほぼほぼ 9, 9っていうよりも13が濃くなってくるから今日4でいいんだよ。うんって思ってるけど。わかるかな7番さん。9の芯はもう0.05%ぐらい。<laughs> それをケアしてでも4釣りかな。や占い結果っていうかもうだから5はしろは強いね。<laughs> で一番最悪なのは。 えっと、5が狂人で9が狼だったとき、その場面がめんどくさくなる。そのぐらいかな。今日は4いきます。4が白く言っても、今日、4がどんなに白い発言しても、俺は4いく以上。9番のプレイヤーは発言してください。八対竜言ね。えっ、ー、とね、何回も何回もね、え狼、ー、やってて、えー、雑な黒塗りしてたんですよね、8番ってね。 1>, いや1日目ね。で、そこをヘイトを買うから、オオカミってね、結構ね、ヘイトを買う行為すると思ってる。だから、八番さんの言ってること、合ってると思ってる。だから、俺は村に置いてる。オオカミでも結構ね、ヘイトを買う行為すると思ってる。だからね、僕、やっぱりね、一番さん、占いたかったよ。占いたかったけど、うーん。 2周目の後半かな、これで分かってくれるかなって言って、納得したから俺は8番を占った。うん。3、かっこいい、あるんかなって思ったけどね、僕、1週目。うん。時点で6かな、やっぱり疑いのみ。1番のプレイヤーは、発言してください。 おかしいし今日三回目起きたらあなたはまず真っ先に三一郎や三9一郎を追わないといけないよ、九番さん。三地神グッチョブってのも全然あるからね、九番さん。そこは九番さん絶対追わなきゃい,い昨日追うのは意味不明だけど、今日は絶対に九番さん死ならないと追わなきゃいけないし、まず九番さんって八番のことを村で置いてるっつったよね。で、番さん、オ,オカで八番狂人、なんだろう、まず九番さん八番の白が見えてるかどうか微妙な発言ではあったし、うん、まあ八番狂人物ってのは全然あると思うよ、9番さん。それで言うんだったらね。 いや684冷たいって言ったじゃん俺も6番さんの発言の前に「いやこれ4詰めていい盤面じゃねって言って6と8からその発言出てるんだよねそこも村さんに聞こえるんだよな6と8の生産もすごくさっきから合点がいってる24ロール9強人じゃないのって思うんだけどどうすかねまあ9から言ってもいいと思うけど、ね、9から言っていい理由っていうのはねハンターが潜伏してます俺もハンターかもしれません この場面グッチも起きてるから、ハンター噛まれくね。全然噛まれく。噛まれてグレー打ち得だから。っていうので、まあ、噛まれる回数、まあ、4つめてもいい <laughs> いい気するけどもなあいい気するけどもなあまあ、でも9が安定かなと思う。いや、6、8が4つめてってむちゃくちゃわかる。むちゃくちゃわかる。 八、うん、が六四六目でし、六も八六目でし、ょ俺も六八六目して、九番狂人目でるか、四を詰めたいんだよね。三番。のプレイヤーは。発言してください。さいええー。合致がおかしいのかな。四番さんの黒要素が拾えないんですよね。 ならばさんが言っていた通り、86が私は今日見えたんですけど、34人論もあり得るかなか、うん。私がおかしいのかなって今思ってたんだけど、私の考え方、うん、?4 番さん行くんだって、まあ、4番さんがローの可能性もあるし、人外の可能性もある。うん、っていう村の考えなんだろうけど、私4番さんから黒要素一回も拾いてないんですよね、1日目。 そして、まあ、これから話すんですけど、まあ、これから、あと8番さんだって、あのー、これからどんな白発言をしても4%いーーくって、<laughs> 4番さんこうでしょ、こんなの。えー、っと、私はちょっと、8番さん、いろべきだったなーって思ったけど、まあ、5番さんになって各種の作れたんでよかったです。うんまあ、私のシーンを確実に てくれれるのであキまあバーさん確実に人外、強、まあ、人か人かどっちかわかんないんですけど、キ、まあーバさんを落としていただければ、まあ村は確実に安全なんでね。うんっていうのありますが、四番さんからくレヨンさんは本当にないから、なんか八番さんがそこまで言い切る、6番さんに乗っかったっていう、うんで6番さん白いでしょうっていうのもなんだか引っかか,かっちゃうんですよね。<laughs> えー キューバさんからじゃダメですかねうーん。4番のプレイヤーがしてくの三番さんに言うと4、黒くないってのは合ってるんだけれども、でもなんかすり寄りだったら怖いなと今ちょっと感じてしまっただけれど、えっと私は占い心境じゃないかと見ているっていうのも、えっとまあ最初はキューバさん強めなのかなと思っていたところ、でも今2周目でキューバさんが 印象が上がって、それはオオカミでもヘイト買う行為するって言ったところで、私も本当にそう思う,うーんと。やっぱり黒っぽくなったところっていうのは黒いってことが多いから、私は8から行ってほしい。それはやっぱりどれだけ白くても4行くっていうのが、まあ煽りだったらいいんだけれども、そうじゃなければ、えっと、おかしいと思う村目線だよね。 えっと私の釣りでも飲むけれどっていうのはグッチョブが起きているからだけど私はチグログレー詰めていいのかなと思っている、えー、とあと7さんに言うと三次神じゃなくて、えー、と神経見えてないんじゃないかな狼が投票を始めてくださいう違う私じゃありません何かの間違い,ですいやーこれ本当スキル差があるからな 4984番のプレイヤーは発言しようかな。私は同じまだフラットですね。あの、9番さんも3番さんも、どちらもそんなに色が見え切っていない感じがする。あ、1見えてくるよ、これ。私釣りも飲むけれど。 うん、どうなんだろうな。これ、グレー詰めの方が、ムラ店はいいのかなえっ、ー、と、片白精査っていうのは私はあまりしないけど、とにかく5が隠しろってことだけで、えっ、ー、と、今、発っつけに隠れて見えてないけど、えっ、ー、と、5、6、6、8、1がグレーですね。あで、えっ、ー、と、南目線は私4番。えー、そこ冷たかったな。じゃあ、いいのかな、私で。 いやいやいや。えー、あテーモさんスパーチャーありがとう。そうですね。9番さんの発言を聞いて偽と思ったら皆さん9に行ってください。それも安定だと思います。強人人狼、どちらもまああるの。9番のプレイヤーは発言してください。はい。えっ、ー、とね、僕も強人ムーブやめるわ。うん。で、新要素出していくね。4番さんってね、3スる寄ってるんですよ。 で、やっぱりね、狂人探してるんですよね。だから、俺、狂人に置けるっていうところ。うん。だから、ご主人が狂人分かってないんですよ。分か,分かります僕の、ね、言うてること。僕が狂人ムーブしとったら、3のシーン終えるよね。だから、3を4に吸い寄ってる。4は3にすり寄ってる。だから、4の狼へって見えてくるんですよね、一番さん。分かりますかね 俺明日一番占うよ生きてたらねで6はもう黒くなくなったかな分からんけどまだ占ってないから分からんけどね8は白分かってるこれやれかなうんいやーこれも本当スキル差があるからねだからその点で9のシーンも追わないといけないから 私じゃありません何かの間違いですとりあえず2で結構連れてる感はあるからね9番のプレイヤーが選ばれましたああ、これ明日多分4つると思うけど発言してください68が分かってくれたのか うん、だからね、一番占ってないから分からんけど、うん、狼目線もあると思ってるよ。俺釣りに来たからね。だから4も怪しくなったってところ。だから1、4釣り切ったら村勝てると思ってるから、村頑張って。うん、全然新目取れなくてごめんなさい。 アタフタアタフタしまくって、殴られて殴られて、えー、もう頭目いっぱいで動かしてるんやけど、<ー>全然死にとからかない、うん。それは村にごめんなさいって言っときます。え、うん、ハンターよをね。カ、うん。彼、えー、ドはどこかに生きてると思ってる。だから3を守らなくていいと思ってる。今日はね、守り位置は頑張って。グッチョボコこしてください。頑張ってください。夜が来ました。 いやーこれ1あるなこれ新旧新なら旧釣りたいだろうからね コセカリエグッジョブおこせが来ました。 昨夜死ななかみ8番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、結果はなるほどね。ああ、13いくか。かんなくなっちゃったじゃん。 分かんなくなっちゃったじゃん3破たんね2回占いねえからそもそもんうーんうん 2>, 2回占いねえからってどういうことこうなってくると一応精査が難しいんだよね<あ>どうすっか3詰めるかうん あれ三点2回占ってるよね五謎に。え占ってないやろ。そうだよね。昨日合確証になってたわね。あ、そうだ、そうだ、ね、あ、違う、八黒 ?8 黒か。あ、ごめんなさい。僕、ハンターです。はい、さよなら。1、3あ、6番に任せる。うん。1、4どっち打つか、どどっち行くかは任せるわ。ごめん、ごめん、ごめん。なんか、あの、 のやつ見てたわはい、ごめんね。あーけど俺やっぱり4のが黒いと思うけど6番さんどう思ううんうん、今日は3ね、うん、昨日の9の発言ってしん,だしししんぽかったよね。うん、俺やっぱ34でいいと思ってるかな。以上。 8番マジでハンターです。ハンター対抗いたらここは必ず出てください。ここは絶対出ないとダメな場面ですよ。絶対出なきゃいけない場面ですよ。出ない。 やっぱ8ハ,ハンターだと思ったんだよ、あの、ヘイト買いまくるの。えー、でも3、4だったらさ、9行けって言わん言わんかなぁ。いや、でも3番目線4詰めるって発言出ないのはちょっとおかしかったんだよね。3番目線は全然4詰めれたからさ。 1が4いったら死ぬかったなまあでも9安定で三、ね、番が8投票勝利理はよくわかんないんだけど何で3番目したは9が絶対安定なんで4じゃなきゃ九なんだよね34ロ,ローなのかな今日は絶対三いきます三、ね、三 3, 3番いこう3番3番でいいんだよなおそらくはい3番いきます 3番のプレイヤーは発言してください,ださいごめんなさいあのー、あーちょっとあのもうカミングアウトしちゃうんですけど私あの狼です。人狼かで相方2番です <laughs> 2> あのー、もうこれ終わったと思ってあのー、初日初日じゃないや 二日目の前のの前夜、噛むの忘れました <laughs> 私、グッチョブ起きて、ちょっと本当に戸惑ってどうすればいいのか分かんなくなって、9 <laughs> は行きたくないって思ったんですけど、9、うん、に行く流れにな急に私のまま投票して、うん、ちょっと申し訳ないです。はい、ごめんなさい。 4番のプレイヤーは発言してください。いや、これ、強人でしょう。私、人狼です。え手、守りに出た強人に見えますね。えどっちでしょうか。番のプレイヤーは発言してください今の4番さんの私、人狼ですってい発言がちょっと意味かなかったんですけど、協賛済みなのはマークしました。<laughs> <え>3番さんさすがに人狼なり強人だったらまだハンターがいる中でそんな黒出しはでオオカミだったらまあできないと思うのでまあ3番さん強人でいいんですよねで8番さんハンターでじゃあ146どこかってなったら今の発言聞くと4番さんになるのかな1番さんえっ、ー、と ああ2番さんオカミ。それをかばいに出て3一オオカミとかもあるのかなちょっとよくわかんない。わかんないけど3番さん入れます不安ああ。不甲斐ない隠しろですいません。いやー、俺8番さんにはハンターマークつけてたのよ。だから釣りたくなかったのよ。あの自信があるから多分みんな殴ってんだろうなと思ったから。よかった、白くなれたのは。 うんまあ、とりあえず3番さん行って、俺1もあると思ってるんだよね。1番さんって9投票してんだよ、うん。3と9ってスキル差がありすぎたから、まだ9の芯を追わないといけないと思った、8番さんも持ってたんだよね。だから4つ目行こうって1番さん自身も言ってたから、白いと思ってたんだけど、9投票してるから。うんちょっと1、4精査を明日に回そう。 まあちょっと3番さんの発言もなんかラストオルフっぽかったから終わるんじゃないかな多分。投票を始めてくださいあ,ありえん、オラじゃないべ、うん、三人路4強やろ。 三番のプレイヤーが選ばれましたあーそうだよ、4強だゲーム終了村人の勝ちですいやーこれ初日狼釣れたんでかいな新道札のライブ配信毎日やってます チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。